左足の種類です。大きく分けて3つです。変わり種もいくつかありますが、最後にご説明します。まず1つ、シボンプで踏むっていうのがあります。ちょっと音が大きくなると思いますが、シボンプでこう踏んでいきます。で、分かりやすく普通の8でやります。普通ハイハットを踏んだときはかかとでこういう風に押さえるんですね。さすがにこうやっちゃうと音が変わっちゃいますんで、はい、こういう形で踏みます。なんで、フラワーこういう感じです。足は2、3、4、2、3、4、2、3、4、もし練習するんであればもうちょっと踏んだ感じがあった方が分かりやすいんで、ライトシンバルでやるとハイハットこう踏みます。で、低いの時もそのまま。というふうにシボンプでずっと取っていくっていうのが一つです。二つ目、8ボンプ。2、3、4、1、2。なるね、すごい疲れます、これ。まずじゃあ。こうなりますね。ハイハットでいくと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ライドでいきます。3つ目です。今度は8ブダです。1、2、3、4、1、2、3、4いきます。まあ、じゃあそのハイハットで踏むのでいきますね。1、2、3、4、1、2、3、4、分かりやすくライドいきます。1、2、3、4、変わり種になってくるともうラテン系になります。先生もそんなにバリエーションはできないんですけども、例えば一個定番なのがあるか、サンバキックって言われるものです。まあ1、2、1、2、この足でセットになってますね。例えばボタンの場合できないんですが、例えば左足クラーベとかもあります。タン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 でずっとキープで、あんまできないですねできないんですが、まあそんなのもあります多分練習すればできるようになるんですが、まあ、今先生ちょっと質問が、まあ、言い訳になっちゃうんでやめときます、はい、まあいろいろ種類があるってとこです。で、選び方です。選び方は結局じゃあいっぱいあるけどどうしたらいいのっていうとこです。なんで支部でもあるし八分裏でもあるし八分音符でもあるし、どうしたらいいかっていうと、その曲の雰囲気に合ったものを選べると一番いいです。まあ強いて言うと、そのグルーブって言っちゃうとすごく難しい感じなんですけども、どんなグルーブを出したいかによって足の形が変わります。多分おそらくただ単に左足を踏んでることができれば、例えばシボンプで踏むことができれば拍をちゃんと取れるんで、シンコペーションした時にリズムが取りやすいとかっていうのがあります。あと間ができちゃう時とか、簡単に言うとですね、間ができる時にいつもちょっと早く入っちゃうなって時は、まあ、こう踏んであげると
まあ、間が取りやすいんですけど、まあ、本当に空白の時は、まあ、まあ何もない方がいいですね。こうやっぱ音を出さない方が出しちゃうとダメなんで、はい、っていうのはあるので、まあ、そんな形ですかね。なんで曲の雰囲気によって、左足は選んでいくっていうのが一つです。ただ練習してみると分かるんですが、どれ一個取ってもちょっと練習しないと難しいです。四分音符はまだちょっとやりやすいかなと思うんですが、足がちょっと入ってくるともう結構リズムが崩壊したりとか、はい、しますので、まあ、左足の使い方はこんな形となります。以上となります